あ、森澤さん、何やってるんですか？あ、これですね、ちょっと今ね、これルアーつけようと思ったんだけど、そうね、あの GTV86 っていう竿のちょっとね、ちょっと試投してみようかと思って、うん、これね、今新しい新品が届きましてですね、で初めて僕も今投げてみるんです。これ要はこのフィデリティっていうメーカーさん、どんなメーカーかというと、フィッシングギャングあずささん、宮城あずささんが立ち上げてるブランドなんですね。そこの、初めて出た GT ロッドで、森澤さんちょっと投げてみてもらえませんかっていう形で、お預かりしたロッドを今こうやって実際に投げてみようかと思ってやっております。はい、竿の特徴はですね、このメーカーサイド のちょっと文言をそのまま使わせてもらうんですけど、基本的に投げ続けることと、投げ続けることの、その肉体的疲労度の軽減だったり、それにプラス強さっていうのを両立するためのロッドとして、宮城さんが長年何回も何回も作り上げて出来上がったロッドになります。はい、で僕の船でも一度これのプロタイプを持ってこられたことがあったんですけど、その時はちょっとね、あまりまだ出来上がりじゃないっていう形 でそこから何回かね、そのテストを重ねて出来上がったのがこの GTV86 になります。ちょっと実際今ねルアーつけて投げてみてるもんで、で宮城あずさんのね、そのフィッシングギャングあずさの、チャンネルでは実際もう投げてる動画とか上がってるんですけど、多分本人以外が投げるのはね、動画で上がるのは初めてなんじゃないかと思うのでですね、ちょっとはい、やってみたいと思います。ちなみにこのロッドは、当社このショップ森高510もね、取り扱い始めようと思ってますので、ぜひねこれ見ていいなって思う方がいらっしゃいましたらね、これ、検討してみてください。ちょっと投げてみますね。これ PE は6号 PE6 号で140ポンド今投げてみます。風は、港に対しての追い風、投げる方向向こうなんで追い風が吹いてるんで、そこの風に乗せて投げる感じ。基本的なスタイルは僕の投げ方一緒なんで、こう足を曲げて重心を落としながら、しっかり引き手を使って振り切るタイプですね。あ、これいったね。はい、いました。なんか、ね、特徴としては張りがすごいですね。竿の張りがパーンって決まってて、パシーンって決まっている感じで、振った瞬間にそのなんだろうな、ルアーの重みがダイレクトにその竿に伝わっていくイメージなんで、投げた瞬間のこのなんだろうな、ルアーの飛行姿勢というか放物線がなんか軽やかですね。多分ね、今のでね、軽く投げて 80m ぐらい飛んでます。一回じゃ回収して投げます。さっきね、そこ GT 上さんですよ。見ましたよね、見ました。ねえ、ふわふわしてますよ、泳いでました。どっか行っちゃいましたね。どっか行っちゃいました。じゃあね、このこういう指導動画をやってる最中にね、ラッキーで釣れちゃうことがあったらいいのになって。釣るんですよね。ちょっとね、一回やってみます。次もちょっと距離を出すことにします。あ、行ったんじゃん、これ。あ、行きましたね。これ船長目視なんですけど、これ申し訳ないです。実際距離を測ってるわけじゃないですけど、船長目視で 100m は行ってます。余裕で行ってます。それぐらいでは飛んできました。1投目が大体、ね、85ぐらい飛んでると思うんだけど、それがさらに、20m ぐらい上回った感じだ。あと 105m ぐらいかな。で僕身長が 167cm の体重が 57-8kg なので、その体でも振り方さえしっかり振れればこれぐらい距離が飛んでるわけで、それではすごくね、この振りやすいロッドかなと思います。今ね、何気に初めて振ってるんだけど、振りやすいですよ、これね。このね、部分とかね、おしゃれですよ、すごいね。なんか、キッチンキャンプあってたって感じ。多分ね、これ、ポッキンポッパーとかで使う部分でも、ちょっと大きめのポッパーとか、投げる部分でも、結構、そのまま使えるんじゃないかなっていうイメージですね。はい、じゃあ、さらに、行ったね、これ。あ、行ってないか、行ってます。あ、
感じ。70ぐらい。まあでもこれも100超えですね。今、動画見てくださる方たちは、実際どれぐらい飛んでるかっていうのはわかんないですけど、実際この動画見てる上での滞空時間をね、多分計算してもらえると、なんとなくイメージすると思うんですけど、まあ、滞空時間とこの距離を比例してますから、まあ、これで大体どれぐらい飛んでるかっていうのは大体想像できるかなと。ちなみに、この距離の換算ですけど、100m って一概に一言で言ってますけど、実際その、まあ、当選でご乗船いただくお客様の、まあ、平均距離がどれくらいかというと、大体 70m から 80m なんですね。だからよく飛ばす人でも、実は 80m 台っていうのが、まあ、大体その船の上から投げる相場なんですけど、陸で投げるよりも、船の方距離は飛びます。なので、今この竿で今100飛んでるということは、おそらく船では120ぐらい行く時もあるんじゃないかっていうぐらい、飛んでる感じなので、やっぱりキャスティングに関しては、この投げてる時間が一番長い。今であるんで、その飛距離が出る爽快感ってすごい大事かなと思うんで、そこら辺はね、意識したロット選びってすごい大事かなと思うんで、はい、こんな感じです。どうですか、見た感じですか。デザインかっこいいですよね。かっこいいです。見る感じでもしっくりきてますよね。うん、きてます、きてます。でこの多分ね、これ体重100キロぐらいあるんですけどね、全然使えない。割とその設計上ではいろんな幅を狙った竿だな。狙ったっていうかちょっと悪いんだけど、狙った竿だなっていうのがあって、さすが現場で開発してるだけあって、すごいいい竿が出来上がったなっていうイメージで、ね、僕もこれ実際使って実現してみたいなと思ってるんで、来年の釣れたら、はい。フィデリティの GT-V86 でした。ありがとうございます。皆さんもぜひ、受け入れてください。ありがとうございました。